セキュリーナは経済産業省の展開するキャンペーン、チェック PC のマスコットキャラクターである。2009年2月2日から2月28日まで経済産業省は情報セキュリティ対策を啓発するキャンペーン、チェック PC を展開した。このキャンペーンの一環としてオリジナルキャラクター、セキュリーナを制定した。セキュリーナには 日本初の情報セキュリティアイドルとの設定が与えられ、キャンペーンのポスターやコマーシャルメッセージなどに寄与された。さらに、デビュー曲として、セキュリティチェックをしなかったら、なんて考えただけで青ざめちゃう。が作られ、経済産業省のウェブサイトにて、プロモーションビデオやメイキング映像なども公開された。なお、チェック PC のイメージキャラクターとしては、2006年に真、真鍋香織、 2007年に白石美穂がそれぞれ起用されている。また、2008年には、イメージキャラクターとして、セキュリティ探偵、シャーロックアヤが採用され、上戸彩が演じた。なお、セキュリーナは、先代のシャーロックアヤの後を継ぎ、2代目、セキュリティ探偵を兼任しているとされる。セキュリーナを取り上げたブログへのアクセス数が急増し、IT メディアの オルタナティブブログ週間アクセスランキングで1位になるなど、その斬新な設定が注目された。ありがとうございます。